スペイン一部のラージョ・バジェカーノは4日、ロンビア代表 FW ラダメル・ファルカオの加入、決定したことを発表した。約8年ぶりのスペイン、復帰となる。今シーズンのリーガはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、と、このガラタサライに所属していたファルカは、同クラブとの契約を双方合意のもとで解除、だことが発表され、フリーとなっていた。ラー、ヨへの加入は確実と報じられていたが、今回、式に発表が行われた。ファルカオはスペインは2011年から2年間アトレティコ・マドリードで、レー。ラリーガで68試合に出場して52得点、公式91試合で70得点とハイペースにゴールを量産し、2011-12にはヨーロッパリーグ得点王に輝い、アトレティコの同大会優勝に大きく貢献し、アトレティコを離れた後はモナコへ移籍、負傷による長期離脱を強いられながらもまた、2019年に移籍したガラタサライでは2年間で42試合、出場して20得点を記録していた。35歳となった王、テランダが、コロンビア代表でもプレーを続し、カタールワールドカップ出場を目指してる。8年ぶりのリーガで再び多くのゴールを挙ることができるだろうか。両。